吉本工業株式会社は、大阪市中央区、東京都新宿区に本部を置く、吉本工業グループの芸能プロダクションプロモーター、テレビ番組制作プロダクションである。旧社名は株式会社、吉本クリエイティブエージェンシー。2007年10月1日に、旧、吉本工業株式会社が、持ち株会社制に移行したのに伴い、同社の制作。 営業統括本部が関わっていた、タレントマネジメントと制作、営業統括部門が分社化して設立された、吉本工業ホールディングスの100%出資の事業主会社である。この会社の設立に伴い、2007年10月1日付で、同日時点在籍の旧、吉本工業所属タレント全員が、吉本クリエイティブエージェンシーへ、継承、遺憾となった。旧、 吉本工業の持ち株会社制への移行に伴う、同社の設立後も、テレビ番組の制作クレジットは、吉本工業のままとなっておりの、制作協力クレジットにも当社名の表記が見られる、タレントの所属事務所名義においても、同様のケースが見られるの、NHK 滑り芸自慢コーナーのように同社の名義が見られる場合もある。旧吉本工業時代から110人以上にわたり、 古くは、初代カツラ春男児、横山円達、花火師アチャコ、柳屋金五郎等から、現在のアカシアさんま、ダウンタウン、今田工事、東野工事、ナインティナイン、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、下振り明星等に至るまで等、東西の多くに超人気芸人等が所属する。2016年3月1日、株式会社吉本 R&C を、九州合併。 2019年6月1日、親会社の吉本工業株式会社が吉本工業ホールディングス株式会社に社名変更したのに伴い、株式会社吉本クリエイティブエージェンシーから吉本工業株式会社に社名変更。なお、2007年10月1日以降に所属しているタレントは吉本工業の持ち株会社制への移行に伴い、マネジメント、制作、 営業統括部門が分社化して設立された当社の所属となっているため乗っていないタレントがいる。吉本工業大阪本部、吉本工業東京本部。かつて当地にあった新宿区立四ツ谷第五小学校の校舎を再利用している。ありがとうございます。